はい、皆さん、おはこんばんにちは。今日は CS1.6 でも CSO でもなく、カウンターストライクグローバルオフェンシブ、CS5 の実況プレイ動画というより、簡単なプレイレビューをやってみようと思います。なるべく CS1.6 をプレイしてる目線で、いつも CS1.6 とかをやってるような感じでやっていきたいと思います。早速やっていきましょう。でも設定とか全部済ませてあるので早速プレイします。これを見る限りクイックマッチ、これもパッとゲーム始める、最近のコールオブデューティーとかもありますよね。ファインダーゲームもまあいろいろあるんですけど、海外のサーバー行くとピングがレイテンシーが90超えちゃってるので、とりあえず今回ボットということでボットします。でゲームモードが4つあって、もう上の2つはまだやってないんですけど、まあ、新しいマップが追加されてるようで、今回は 1.6 清掃目線ということで、今までの爆破マップオリジナルモードをやっていきたいと思います。でマップは出さず、深いですよね、はい、やっていきます。でボットはまあお試しなんでイージーでやっていこうと思います。最新のソースエンジンということで、かなり CS ソースに近い感じの雰囲気を感じます。これ新しい USP の代わりに P2000 ですね。かなりグラフィックが 1.6 に比べて綺麗になってソースに近い感じがします。さすがやってみましょう。マネは最初左に書いてある800スタートですね。ということでベストを着て、で弾は右下に書いてあるよりも最初からフルで買ってる状態になってます。かなり血のね出方がやばいです。あとファマスを買って、怪獣キット買って、 FBHSG を買ってきます。マスに関してはかなり夫に頑張ってもらったら壁打ちしてみます。
それちょっと。ちなみに M4 はもうサイレンサーが2クリックでつかないようになってます。かなり、これを見る限りでは 1.6 もうこんなもんでしたっけ。リコイルコントロールしてみます。これ難しいですね。ちなみにボットモードっていうか、まあ現状生きてるボットに乗り移るというか、自分が死んだ場合、ボットを操作することができます。当たらない。アープを使ってみますね。ボットとセンター勝負してみます。コールオブデューティーみたいにこうぼやけるんですよね、覗くと視界が一瞬動いてる時なんかこうぼやけるので、移動するとそれが言ってることとちょっと違う。CT はこんな感じですね、多分。